からフラット中部地方へ。今回はの魅力を紹介します。青森と名古屋を結ぶ FDA を利用し、中部地方の魅力を紹介するフラット中部。愛知県民のハートを掴んで離さない八丁味噌。美味しそうですね。早速いただきますの前に、まずはその人気の秘密を探っちゃいます。ってことで、ここは八丁味噌の里。こちら創業して何年くらいなんですか？そうです、ちょうど370周年になりますね。こちらの八丁味噌なんですけれども、八丁の由来って何なんですか？この岡崎町から、はい、この場所まで、だいたい八丁の距離あるんですね。そのこの、八丁の距離あるこの場所を八丁村と昔呼んでました、はい、で八丁村の味噌なので八丁味噌というふうに呼ばれています。なるほど、そこの距離の名前が今使われているということなんですね、はい、資料館は明治40年に建てられた蔵を改装したもので、国の登録文化財に指定されています。ん？宮内省御用達、すごい。その歴史が今も変わらずに受け継がれているんです。この桶で一体どれくらいのお味噌ができるんですか？そうです、中に6トンぐらい入ってます。30万人分ぐらいのお味噌、30万人分お味噌汁ができます。すごいですね。で、そうです、上の方にあの石が積み上がってるんですけども、はい、大量の重しを乗せて、全体をこう水分を均一にしなきゃいけないんですね。だいたい350個前後で、組み上げてまして、50個、だいたい3トンぐらいになる。あの職人が手で積みますので、こんだけ綺麗に積めるようになるまでにはだいたい10年ぐらいはかかると言われています。どんな料理にも合う八丁味噌、なんとびっくりスイーツにもなっちゃうんです。味噌とソフトって合うんだけと思ったのもあって、これすごい合いますね。癖になる味ですよ。やーめー。青森から名古屋までたったの90分。そこから足を伸ばせば一度は行ってみたい観光名所がずらり。あなたもフラット旅いかがですか？とりゃ、あ、おもで、全然上がんねー。